シュラマル。ねえねえ、カナエさん。カナエさんって駅前のジムに通ってるよね。うん、通ってるよ。あそこってどう？今気になっちゃってるんだよね。私結構太ってきちゃってさ。案外主婦が多いんだよね、あそこ。だから通いやすいよ。え、そうなの？サラリーマンとかが多いんだと思ってた。サラリーマンが多いのは駅裏の方だよ。表側の方って塾とかスイミングスクールとかが近いでしょ。だから子供を迎えに来たママさんたちが結構多いんだよね。へえ、そうなんだ。私も一回見学に行ってみようかな。結構おすすめだよ。確かワンコインで3時間くらいいろいろな設備を使えるお試しがあるはず。え？ワンコイン？そうなの、かなり安いよね。いやいや、そうじゃなくてさ、見学ってお金かかるの？ただの見学だけだったらお金かからないかもしれないけど、ちょっとしたマシンのお試しとかもいろいろ入ってるからね。むしろうちのジムはかなりお試しに力入れてるから、ワンコインと思えないくらい内容を充実してるよ。ねえねえ、カナエさんの会員証とかって借りられない？私どうせならただで一日中ゆっくりお試ししたいんだけど。いやいや、そんなことできるわけないじゃん。私何年も通ってるから名前と顔も認知されてるし、それに人に勝手に貸すのは規約違反だよ。詐欺になっちゃうでしょ。だってカナエさんは通い放題なんでしょ。通い放題だけど、そのために月会費支払ってるんだから。だってカナエさんのことだからお得に利用してるでしょ。まあ会社の福利厚生を利用してるから結構安くはなってるね。ずるい。だって今度の旅行も組合旅行とかいうやつで安く行くんでしょ。会社側で出してるものだからずるいとかないよ。じゃあともみさんもどこか福利厚生のしっかりしたところで働けばいいんじゃないの。私正社員で働いたことってないのよ。そんな意地悪言わなくたっていいじゃん。意地悪じゃなくってさ、うちの会社にも派遣から正社員になった人もいるよ。そういう人もいるよっていう話。だって正社員で働くとお給料も高いし、福利厚生でいろいろ使えるし、お得で羨ましいけど。ともみさん、お得好きでしょ。正社員は大変だけどメリットも大きいよ。家族も使えたりするでしょ。ママ友はダメなのかな。ダメに決まってるでしょ。私の名前はカナエ。都内の会社で働く45歳の兼業主婦です。私の会社はかなり福利厚生に力を入れていて、私もそれ目当てで転職をしました。旅行や外食が好きな私たち家族にとっては非常にありがたい会社だと思います。しかしこれをずるいと言ってくる人がいるんですよね。やばい人って何でもかんでもずるいと言ってくる傾向があるのですが、ともみさんもそのタイプ。我が家をずるいずるいと言ってはお得なものに乗っかろうとしてくるのです。この数日後、私たちは夫の組合を使って予約して旅行に出発しました。今回は近場だったので、バスと電車で行こうとしていたのですが、なんと駅にはともみさんご家族が、なんとホテルにまでついてくるじゃないですか。便乗したい感じが出ていたので、あえて知らんぷりをすることにしたんです。結果は予想通りでした。ねえ、ちょっとどうして先に帰っちゃったのよ。私たちこのホテルは朝食なしのプランで予約してたからね。次の観光地に移動してるよ。早くこのホテルに帰ってきて。なんで？組合旅行ってことはタダでしょ。私たちも家族ってことにしてお金払ってよ。全部事前申請だけど。え？組合旅行って決められたホテルを無料で使えるんじゃないの？旅行業だったらそういうところもあるの？私は聞いたことないけど。え？じゃあカナエさんはどうなってるの？これは旦那の組合から予約した旅行なのよ。一人一泊3000円が補助されるんだけど、全部事前に申請が必要なの。予約したら保険証のコピーを取って、その後支払いとチケットの受け取りまで済ますんだよ。じゃあ支払いはないってこと？事前に支払ってるからないよ。私たち夫婦の分は？いや知らないけど。私ついていけば無料になると思ってたんだもん。そんなの知らないよ。自分で勘違いしたのが悪いんじゃないの？
とりあえず支払って。旦那には無料で旅行できるって言っておいたからさ。このままじゃ旦那に怒られちゃう。一度怒られた方がいいんじゃない？ママ友なのにどうしてそういうこと言うの？ママ友ってさ、学生時代の友人とは違うんじゃない？え？もちろん友人として仲良くなるケースもあるけどさ、大体の場合は前提として子供の関係があるわけでしょ？そりゃそうだけど。ママ友だから大親友っていうのはきっついわ。ひどい。ひどくていいよ。じゃあ移動中だから、じゃあね。待って待って、お願い。どうしたらいいの？クレカで支払う、 ATM でお金出してくる、ご主人に頼む、どれかしかないんじゃない？それじゃあね。そんな。まったく呆れました。というか、なんとなく分かっていましたけど、ともみさんは財布にたった50円と、あとは交通系の IC カードだけを持ってついてきたそうです。それでなんとかなると思っていたらしいのですが、いやー、びっくり。その後は何度も LINE が来ていましたが、こちらも楽しみにしていた旅行です。知らんぷり知らんぷり。他のホテルが本命だったので、そちらでご馳走を食べて楽しみました。ともみさんの LINE だけ通知を切っていたのですが、共通のママ友からはいろいろな報告が。どうやらともみさんは大騒ぎして、いろいろな人に助けを求めていたみたい。その結果、みんなにバレてしまったんですよね。助けて、お願い。旦那が離婚するって言ってるの。かなえさん助けて。全部自分が悪いんでしょ。というか聞いたよ、みんなに連絡して今回のことがすごく広がっちゃったって。だって旦那にはバレたくなかったんだもん。でも結局ご主人を頼ることになったんでしょ。旦那のクレジットカードで支払ったよ。でも旦那の携帯にいろいろな人から報告があって、それで旦那もブチギレよ。うちの旦那無駄に顔広いからな。ちゃんとご主人に相談していればよかったのにね。そうすれば離婚までの騒ぎにはならなかったんじゃない？話を大きく広げた自分が悪かったんでしょ？だってそれがさ、いろいろな人に迷惑かけるなって怒られちゃって、もう本当にありえない。ともみさんがいろいろな人にたかりしてたり、そういうのもご主人に報告があったらしいね。うちも報告しようかしら。ジムの会員証を貸せとか変なこと言われたしね。いつもクーポンとかちょうだいって言われるし。やめてよ。私離婚させられちゃう。ね、一緒に謝ってくれない？私が組合旅行に行こうって誘ったんですとか言ってくれればいいから。往生際が悪いんじゃないの？ますますご主人に怒られちゃうんじゃないかな。人様に迷惑かけるなってさ。私離婚したらどうすればいいのよ。それは福利厚生バッチリの会社で働くしかないでしょう。そんな。その後ですが、ともみさんご夫婦はあっさり離婚。というか、以前からご主人はともみさんに対しての不満が溜まっていたみたいなんです。ともみさんとは話し合いもしていたみたいですが、あまり改善せず。そんな状況で一緒に旅行に行こうと言われたので、ちゃんと仲直りをするチャンスになるかもと思っていたら、所持金50円で他の旅行に便乗しようとしていたと知って激怒。そりゃ怒るよね。ご主人は明るいいい方なので、今後幸せになれますように。お子さんはもう中学生ということもあり、自分でお父さんを選んでいました。うちの子とも仲がいいので、いろいろとサポートしていけたらなと思っています。先日も一緒にバーベキューをしました。その時にもお父さんがたくさんお肉や野菜を持ってきてくれたり、キャンプも用意してくれたので、こんな素敵なご主人と離婚したともみさん、後悔してるでしょうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。